じゃあバーベキューパティも呼んでキュウリ持ってきてもらって、キュウリの料理、いや嘘です。なんかね作って、で私そう思ったんだ。ほうほう。まあこの間、まあ、ラウンジ借りたじゃないですか。おうおう。で今度なんか榊が作ったなんかお菓子とかでティーパーティーみたいな。そうだよ、ね、それでもいいよ。面白いですよね。またラウンジ借りてなんかやってもいいよ。私はそれ結構甘党の方もこの間いらっしゃいましたし、あとね、もう一個今ちょっと上がってんのが、はい、もつとか焼き鳥系。おー、あの出番か。あの出番だよ、例の。屋台屋さんの出番か。屋台屋さんの出番だよ。私は、今ホットプレートが欲しくて、あ、たこ焼きできる。たこ焼きか。たこ焼きもいいな。たこパイよくないですか。たこパイ、たこパ、たこパ、たこ焼きパーティー。たこ焼きパーティーをなんで略したの。だってたこパって言うんだよ。大阪でたこパやろうって言うとたこ焼きパーティーですよ。え、通じるの。通じますよ。たこパたこパで通じます。はぁー、そう、うん、たこパってなんかね、たこパデパートみたいだけどね。まあまあ、へぇ、たこ焼きもいいですよね。まあだからたこ焼き、お好み焼き系のともんじゃでもいいし。そうですね。そうか、それ鉄板ありゃできるな。焼き鳥とかもいいし。あそこ IH なんだよな。そうですな。そうですな。そうですな。でもそうか、鉄板。あれでもあったぞ、事務所に。マジっすか。ホットプレート。ホットプレート。だってそれで餃子焼いた記憶あるもん。あ、じゃあできますね。できるか、うん。できるか。できそうか。で、いつかね、冬になったら鍋もいいですよね。そうだな。夢は膨らむな。お前全然ダイエットする気ねえじゃねえか。ありますよ、私今頑張ってるもん。本当に運動もしてるし。運動してんの。運動してる。ストレッチとかもちゃんとしてる。へー。あとご飯もちゃんと考えてる。バランス考えてんだ。お菓子も食べないし。あー、お前もキュウリ食え。キュウリなんで。痩せるぞキュウリ。痩せないよ多分。キュウリは痩せるんだって、栄養ないから。カロリーも全然ないよ。だからほとんど水じゃん。てか栄養ないもの食べたって仕方ないじゃん。痩せるじゃん。ダメだよ、そんなんで痩せても。おー。お前そういう派だな。私そういう派です、今は。健康で痩せる派だな。前に失敗したから。無理して。うん。もうカマキリになったんで。カマキリになったんだ。それがもう嫌だから。カマキリはキュウリ食うだろ。いやもうダメだったね。あのダイエットはもう二度と。俺今あれだぞ、エアロバイク活躍してんぞ。うん、ぶら下がり健康器が、ね、ぶら下がり健康器も活躍してるって。なんで今さら。あれいつ買ったんだっけな、引っ越す前に買ったんだよ。あ、昔買ったやつ。昔買ってて。なんで買ったの。いや、ぶら下がりてえからだろ。鉄棒にしようよ、ね、こうやってさ。基本的にだからな、俺そのエアロバイク買ってるとかそういうのを見るとやっぱ外に出たくないんだね。うん、インドアなんですね。あのインドアでこっそり痩せたいのよ。なんか外出て頑張ってる風に見られるのが苦手なんだな。で走れないんだよね、外とかでも。私も走るのは膝に悪いと思ってやってる。あー、わかるわかる。いきなりねやっちゃうとダメみたいな。あ、そうそう、無理するとね、うん、楽な運動からスタートして、うん、今だから昨日もそうだけど2時間ぐらいエアロバイクやって、すっげえ汗かいたよ。代謝はいいんですね、うん、じゃあ。代謝はいいっつうか、サウナスーツ。ああ、買って買って。サウナスーツ効きます。効くっつうか、汗はめっちゃ出るね。へえ。汗出すぎて、だってもうこっからボタボタ。うおー。うお、すげえと思って。私もなんかもう最近汗めっちゃ出るんですよ。だからそういう風にしないとダメなんだろ、だって、うん、あの痩せないんだろ、代謝を上げないと。半身浴やろうと思ってっけどな。した方がいいですよ、私半身浴派だもん。やってんの。もう本読んでます。あ、風呂の中で。風呂の中で音楽かけて読んでとか。ほーん。ほーん。半身浴をやった後にストレッチとかやるとすごいいいんだってな。そうです、そうです。汗も出るしな。気づいたら結構入れてたりしますよ。30分くらい？うん、余裕で。はあ、結
構効くよね、半身浴ってね。効きますね。気持ちいいし。うん。最初は、こんなんで温まるのかなと思うけどね。意外と温まるよね。意外と温まるよね。長く使ってると。私でもこの間全然違うんですけど。うん。なんか低体温症じゃないですけど。あ、なんかつぶやいてたな。34度9分になっちゃったんですよ、朝。気持ち悪くて。体調悪いなと思って熱測ったら34度9分で。低血圧なの？いや、そんなことないです。私、正常だし、冷え性とかもないんですよ。ただ、平熱が35度台だったんですよ。昔から。で、5年に一度ぐらい34度とか出るんですけど。なんでそれ？わかんない。34度8とか9とか出るんですけど。オリンピック？いや、なんかだから過去に、一回あって、それが。はぁ。で、二度目で、この間、ツイッターでそれつぶやいたら、誰かから、うちの方けた90歳超えのばあちゃんもそんな体温出しませんって。だってことは、すっげえ代謝が下がってるってことか。え、でも、どうなんですかね。その、だからエネルギーを発してないってことだろ？でも、その日の夜には、もう36度に戻って。なんだろうな。ねえ、謎です。寒かったから。ただ単に寒いだけじゃそんなことになんねえだろ。まあでも不思議な現象が起きましたね。その日はもう夕方まで寝ましたけど。相当じゃあその時はあれだな。多分体力的に落ちてたんじゃねえか。治りかけだったからかもしれない。風邪の？うん。ああ、それはあるかもな。まあでもよかった治って。風邪な。本当ですよ、もう。なんで俺のせいにしてんだよ。あそこはずさんの風邪が移ったんだよ。なんでピンポイントでお前だけが移ったんだよ。結構いただろ、周りにだって。いたね。ピンポイントで移りましたよ。お前だけじゃねえか。きっと同じね、同じ匂いを感じて、菌が。そうそう、入ってきて。だって私以外も誰も映んなかったもん、家族。もうさ、ほんと意味わかんないよ、もう。なんで私ばっかりって思って、誰かに映せば楽になるって思ったのにさ。いいよ、もう。まあ、はい。そう、そう、喉の風邪をな、やっちゃって。おかげさまで。ちょうど飲み会の次の日ぐらいから。マヌカハニー買っちゃいましたよ。何？マヌカハニー。何それ？250g 1800円。何？値段はいいよ。なんだって聞いてんだよ。蜂蜜。蜂蜜？うん。高い蜂蜜？うん。喉にいいの？もう喉にいいって見て、もう私超調べたんですよ、今回の風邪で。6月4日にライブ控えてるし。なるほどね。もうだから、喉って調べて、したらたどり着いて、はぁ。なかなかいいですよ。聞くの？うん。声が出やすくなるとかってこと？なんか殺菌能力が。ああ、そっちか。あって、それで、まあ喉の殺菌をしてもらってます。まあ蜂蜜はな、薬代わりにもなるぐらいすごい栄養価が高いらしいからな、どっちにしても。今回の風邪って、どの程度侵食されました、体。俺は喉。だけ？俺喉だけ。私目まで来ましたよ。風邪菌が、目に来るの？目に来て、もう朝起きたら、もう目やにと、蚊がビーってもう開かないんですよ、目がだから。で、目が曇ってて、鼻にも来て。それ重症だな。重症、どうしてくれんですか？なんだ知らねえ。どうしてくれんだ、もう。ほんとびっくりっすよ。初めて。それはでも、ずいぶんだな。うん、重症だな。でも、耳鼻科が、行ってる耳鼻科、なんか、あんまり良くないって自分の中で思ってて。評価が低かったんだ。というか、まあ、耳鼻科のあの、喉の方にやられる薬がダメで、おえってなって。はい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 。で、だから、小児科に行ったんですけど、小児科に行ってきたってツイッターで言ったら、小児科？はてなはてなみたいなコメントが来て、小児科って言葉ってあんまり使わないですか？え、小児科ってあの小児科だろ、子供が行く。そうですそうです。小児科って言いますよね。小児科だよな。そうですよね。だからどうしようって思って。小児じゃないよな。小児でいいんだよな。ですよね、小児科だよな。ああ、よかった。私は間違ってない。そう言われるとちょっとな。ちょっと不安になってるな。そう。7年ぶりって言われました。何が？小児科の先生。あみちゃん。
あ、前に行ったことあるとこなんだ。ちっちゃい頃から行ってるとこで。あ、じゃあ7年ぶりだよって言われて。よく覚えてたね。カルテ見たらなんか書いて残ってたんだ。うん。いやいやいや。まあ、そういうことがありの6月4日。はい。だいぶ。まあ、なんとか復活して。そうですね。その、蜂蜜バーで。蜂蜜バーで乗り切りますよ。高いね。高いですよ。しかも、これ一番なんか、うん、マヌカハニーって書いてある横にちょっとプラス8っていう数値が書いてあって。何の数字だよ、それ。多分、強さ。何なんだよ。8の？いや、殺菌作用のない。そんな数字？なんかだから、プラス16だと2000円超えしたし、プラス30とか行くともう3500円とかなんですよ。で数値が高ければ高いほど殺菌ができる強い、うん、でもやっぱ基本的に2000円はしますねこれ怖あそれはなんだどうやって作ってんだろうなそのプラスが大きいってのかななんかニュージーランドの方で取れる蜂蜜らしくてじゃあ蜂もニュージーランドの蜂なんだとかあと木木なんか漢方みたいな味もちょっとするし蜂蜜以外にもなんか混ざってんのか多分なんか英語だから分かんないなんだお前よく調べてんだか調べてねえんだか分かんねえなちゃんと調べたもん聞くともう思い込んでんだろうだから自分の中ではだってでも思い込んでないと治んないじゃんいやいやそうなんだそういうから薬はなうんそんなでもな数字でその効く強さがっての初めて聞いたな私も初めて聞いたからお金に余裕もないから一番安いの買いましたはあニュージーランドからはいそのグリーンナッツだろそうです味は美味しいの好き嫌いあると思いますね普通の蜂蜜と違ううん違うしはあ舌触りドロッとしてるしなんかザラッとしてるしキュウリつけて食ったらどうなんでキュウリになんのいいけど別にいや なんとなくあれですかキュウリと蜂蜜合わせたらメロンの味になるみたいなそうだっけあそうだよそうだよなうん流行ったよなそういうやつないちごとなんだっけいや忘れたウニにじゃないあなんだっけトロになるよなアボカドアボカドと醤油海苔と醤油プリンに醤油あウニそうだウニだそれウニだやったことあるプリンにしようじゃないかな。さすがにないか、うん、あります。ないないない。メロンに蜂蜜も。あったのかメロンに蜂蜜じゃねえや。キュウリに蜂蜜もねえわ。まあ、キュウリに蜂蜜もないですわ。メロンに生ハムもねえけど。私もない。あれはどうなの、私はダメだと思う。あれ、こんな話前したっけなんかしたようなこの話は定期的に出てるような気がするなんかダメだよとかフルーツとしょっぱいものみたいななんだ酢豚の話でそんな話をした気がする結構前にした生ハムメロンはなんかあんまりみたいな話をなんでなんだろうね誰が思いついたんだろうねでもあれやっぱ食わず嫌いとか見てるとダメな人いますよルーツが知りてえよな。なんでそうしたみたいな。そう、なんでそうしたんだろうってね。うん、でも私、一回なんか、どっかの旅館で、パパイヤにキャビアが乗っかってきた時は、うわ、微妙だな。すごい微妙でしたよ。微妙っつうか、パパイヤ自体超甘いからな。みたいな。だから、キャビアってすげえ塩っ辛いでしょ？そう、だから、生ハムメロンと同じ原理でこういう風に出してきたのかなと思って。店の人か。生ハムメロンいけるからって何その甘いのと塩辛いのを組み合わせてみたっていう組み合わせちゃったみたいな創作料理にも程があるだろでもだってどうしたってパパイヤのキャビア乗せてお品書きにも書いてあるんですよ何これとで食ったの食った食ったどうどう私甘好きなのかダメかやっぱねフルーツはフルーツで食べましょうどう考えたって別で食った方がうまい組み合わせだろうんだって単体で食ったらどっちも超うめえじゃんそうだから私は正直一緒に食べなかったしちょっと食べましたよ一緒に一瞬一瞬でもやっぱダメだからもう分けて食べたもうじゃあフルーツっていう感じにしちゃったんだキャビア取っちゃってそうそうそうでもちょっとなんかパパイヤの絵に黒いのまあな味映るよな
くんちょっと嫌だよな、ああいうのな。そうそう。わかるわ。そう。お弁当とかでな、あの、ご飯にさくらんぼの、ああ、そうそう。色がつく的な感じになっちゃうわけだろ。そうそう、あれが嫌でね。不愉快だよな。嫌ですわ。そうそう。合わねえなあ。でもパパイヤと合わないだろうね。そういえばこの間キャラロジの方でも、うん、まあ、食の話をしたんですけど、給食の話をしたんですよ。お、結構でよく給食の話してんなお前ら。なんかね、給食ネタは結構気に入ってくれる方が多くて、うん、まあね。そうで、やっぱあのこの間はお母さんとお父さんにアンケート取って世代別の給食みたいな、はあ、ほうほうほう。だから浅川さんのも聞きたいんですけど。遠いよ。あ、ただ俺田舎だからな、うちな、ちょっとズレがあるかもな。でも大して。おい、聞け聞け。なんだよ、好きな給食メニュー何でしたか？揚げパン。あ、いや、そこはだからおかんとかと一緒なんですよ。ああ、もうそっち側に行っちゃってるんだ。いや、でも私たちとも一緒なの。揚げパンってそんなにやっぱ定番なんだ。不動ですね。不動の1位みたいな。不動の1位。ただ、弟だけ、キムチチャーハンって言いました。ああ、だ、その、もうない料理出されたら。ない料理出されたら、グーの音も出ねえわ。うちのお父さんもちょっとおかしくて、おう、ミートカレー？ミートカレーだから。その、普通のカレーとは違うんかい。私は、だから、想像ができてないんです。未だにミートカレーって言われても。なんだ、スパゲッティ的な感じのソースみたいなやつ？でもカレーみたいな。キーマカレーみたいな感じかな。だからそういう、ちょっとわかんないな。ね、わかんないですよね。で、お父さんもう酔っ払ってたから、どんなのって聞いても。記憶混同しちゃってんじゃねえ。どんなやつって聞いたら、ミートは肉だよって言われて終わって。そりゃそうだろ。てか、カレーがに普通に肉が入ってんから、カレーじゃねえのってね。うん、だから、キーマカレーに近いんですかね。まあ、わかんないけど。ひき肉みたいなね、感じかもしれないな。はい。じゃあ逆に。あ、嫌いなもん。うん、嫌いなもん。サラダが苦手だったからな。なんかあの、フルーツが入ってるサラダが嫌だった。それはお母さんと一緒です。私とお母さんと一緒です。そう、やっぱな。嫌だろ？あの、リンゴが入ってる。リンゴとみかんの缶詰。缶詰が入ってる、なんか酸っぱい酢の物みたいな。あんじゃん。ありねえだろ、あんなの。なんであんなのやんの？な。うん、信じられない。本当にね、胡椒が許せなかった。あのなあ、海藻とかこんにゃくサラダみてえなのにリンゴが入ったりするじゃん、うん、あ、なんなの？わかんない。なあ。私はなかったですけど、うん、ポテトサラダにリンゴ入ってました。あ、あったあった。出てた、入ってた、入ってた。私、それ経験ない。俺、それも苦手だった。思い出した。うん、っていうか、ダメだよ。ダメだね、うん。ダメだよ。マヨネーズとリンゴだもん。あ、そうそう、そうなの。てか、ジャガイモとリンゴが合わねえだろ。ないない。気持ち悪い。寒い。で、うん、確かにね、不評だった。不評ですよ、そら。当時の子供ですら嫌悪感を抱いてた、みんな。ダメですよね。何なんだろうな。ほら、栄養士さん。何、実験みたいな感じなのかな。何、子供たちで、子供たちを使って。ひでえ話だぜ。ひどいなぁ。もう。なんだろうな。なんか独自性を出そうとして、でも、独自性ってこともねえよな。お前らのそう共通した、そういうメニューが出てたってことは、全国で出てたってことだろ。そうでしょ。地方じゃなくて。そうそう。全国でフルーツサラダはあったし。なんだろうな。嫌だったな、あれは。なんかその給食長の一番偉いみたいなのこうトップダウンで命令が下るのかな、どっかで。それに国の機関みたいなのがリンゴ入れろって言ったらもう全国の学校にポテトサラダにリンゴが入んなきゃもうクビみたいな。何それ。だから給食のおばちゃんとかも本当は入れるのを嫌だったかもしんないよなってことだよ。たかがリンゴでクビですか。リンゴでクビになるのは嫌だからって思った。子供にはっていうな。あ、なるほどね。大体そのメニューの一番の責任者がわかんねえじゃんね。そうそう、わかんなかった。あんなの現場の人のわけねえもんな、うん、もっと上の人だろ。もうねえ、意味はその人のセンスだよな。そうですね。うーん、あれは分かる。なんだろうな。その人がうまいっつったらそれが出ちゃうわけだろ。でも絶対うまくないだろう。っていうメニューあったよな。ああ、何個もありましたよ。ってことだね。そ
なみにあれはなんか思い出に残ってる印象に残ってるメニューあります？まあ割とそんな珍しくはないけど麦飯。ああ、うん、俺は好きだったけどね。私常に麦飯だったかも、ご飯。あ、マジで？なんかあれですよね、あの線が入ってる、ね、線が入ってるお米が、まああの米と半々ぐらいで入ってるのかな。うん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 、あれが結構俺味的に好きだった、ね。いや私も結構あの食感カリッとしたね。そうそうそう、好きだった。あれはなんだろうな、なんかやっぱ麦が体にいい的な発想でやってたのかな、栄養的な問題っていうことだよね。私はやっぱクリスマス前とか肉出たりしたんで、チキンは出てたような気がするなあと北海道の時にはやっぱ北海道らしいのが出るんですよ。海の幸？いや石狩汁とか。あー、それは普通の給食は出ないな、うん、だから味噌ラーメンも多かったし、やっぱり札幌味噌ラーメンは出ないよな普通給食でな、ね、だから面白いですよね。地方によって餃子出なかったんですかお前舐めてんだあのな、俺が給食を卒業してから餃子の町って名乗り出したんだよ栃木は。山田邦子の番組で栃木や餃子の前県だって言われ始めた頃に俺はもう給食の制度から外れてんだよ。いや今はもしかしたら餃子がメニューにあるかもしれないじゃないですか。だろうなぁ。まあでもなくはないと思うよ。水餃子はありましたよ、私。あ、うん、逆に水餃子はあった。うん、逆に。ワンタン的なやつね。そう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 。でも焼き餃子なんて出てこねえだろ。あ、出てこなかったわ。だって出しにくいだろ。うん。給食のメニューで、焼き餃子だってすぐ焼いて出せるわけじゃねえんだからさ。あ、でも揚げ餃子は出た。揚げ餃子は出た。揚げ餃子は出てた。あんまうまくないけど、うん、冷めてる、ね、冷めてるから、カリカリでもないし、ね、カリカリでもなくなっちゃってるな。いや基本的にだからさ、ほら作りたてのもんが出てこないからさ、うんうん、あったかいのは汁物で冷たいのはもうそういうな、ハンバーグとかそういうのってもう冷えちゃってんじゃん。そうですね。だからそういうしょうがないっていうところもあるんだろうな。でも大差ないですね、朝川津さんと私多分。そんなに変わんねんじゃねえの ?10 年やそこらじゃ。お父さんは結構大差ありましたけど。ああ。とか、やっちゃんのお父さんはかなりの大差ありましたけど。うん。脱脂粉乳だったって言ってましたからね。ああ、もううちの親父とかはそういう感じだな。うん。まあ、飲めないだろうな。なんかミルメイクとか出ました？出てたよ。私出てない。なんでそれ。ミルメイクなんてしたらみんなテンション上がってたけどな。え、たまに出るんですか？チョコとかイチゴとかな。へぇ、たまに出るの。そんなないわ。そんなないわ。ちょっとした、ごちそうみたいな感じになってたけどね。へぇ、私はなんかもうコーヒー牛乳はコーヒー牛乳で。あ、コーヒー牛乳はコーヒー牛乳で出る時もあったな。うん。ミルメイクなんて、最近知りましたもん。ミルメイクはうまかったけど、イチゴうまかったけどな。へぇー、粉入れて。粉入れて。あー、なんかいいな、私そういうの。あれをストックするやつもいいんだよ。別に、配られたその日に使用しなくてもいいわけじゃん。まあ確かに、持って帰ってもいいし、ね。持って帰ってもいいし、変な話。ね、次の日とか、自分だけ昨日のミルメイクで。なんかムカつく、そういうの。ムカつくよな。なんかいますよね、絶対に。取引の道具に使ったりな。ミルメイクを使わないで、なんか金消しと交換とか。古速なガキどもめ。なんだそれ。ある種の、学校内の通貨というか、お金にも通じるような価値観を与えてたんだな。じゃあ、ミルメイク2つで交換とか。うん、そうそう。何ミルメイクみたいな。これじゃあ3ミルメイクで。でもマジだぜ。ほんとそうだったね。すごい世界だ。なかなか3ってたまんねえし。たまんねえ、たまんねえ。たまんないよ。あんなだって、月1ぐらいしか出てこないんだよ、ミルメイクなんか。3ヶ月?3 ヶ月そいつ貯めたんかと思ったら。3ヶ月分の給料的なあれですよ、ね。そう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 。うわぁ、頑張ったねー。指輪だ、指輪。指輪と同じ価値を持ってるよ。結婚指輪と。3ミルメイクだよ。単位がやばいもんだって。
3ミリメイクっていう。3ミリメイクでお前結婚指輪買ったらモテモテだろ。校内でクラス中の人気者だろ。いやーウケんなそんなの。やりたかったわ、むしろ逆に、まあ、実際そんなことやってたやつすげえ気持ち悪がるんですよいつまで撮ってんの気持ち悪い。まあいらないですよていうかまあ3つぐらいまで持ってるとさすがに引く。ああ3ヶ月、まあ、次の日ぐらいのやり取りはあるけどな。うんまあでも美味しかったかな、飲み物系で言うと。面白いですね。あと俺牛乳が好きだったからさ、結構あのほら牛乳残るじゃん、はい、よく2本ぐらい飲んでたよガブガブ。あやっぱの男の子って飲みますね。意外と牛乳好きだよな。うん、うちの弟もやっぱ言ってたし。でもな、日本人ってどうも牛乳に弱いらしいけどな。ああ私この間書きましたよね。お前もそう。やっぱ私も PP ですよ。飲んだら俺も PP PP なんだけど好きだったんだよね。私は嫌いだから。あなんかでもそうそう、うちのお母ちゃんがこの間骨粗鬆症、あ粗鬆症、骨粗鬆症、骨粗鬆症のあの検査行って、50代の頂点でした。頂点だから数値が、あ超密度が高いってこと。 120% です。すげえ健康ってことだな。え、じゃあ母ちゃん牛乳すげえ飲んでたの。ちゃんと牛乳もカルシウムも取ってるし、納豆とかも食べてるし、みたいな。あ私牛乳を全然飲まないから骨やばいんですよ、お母さんより。調べたの。いやっていうかもう触ってわかる。嘘だよ本当に。骨密度なんて触ってわかんのかよ。いや骨密度はわかんないけど、私も細いんですよ骨が。うん、まあやっぱり牛乳飲んでないとあれか、骨はいくらか変わってくるのかな。だから最近私頑張って朝飲むようにしてるんですけどね。だってそれはでもあるかもな。俺やっぱ牛乳好きで、あの腹ピーだったけど好きで、まあ家でも牛乳取ってたね。あの配達屋さんが運んでくるやつ、瓶のやつで、それ毎日飲んでたから一回も骨折とかはない。私亀裂はありますけど。うわぁ弟に曲げられて。ずいぶんハードな兄弟で喧嘩をしてんだね。小学校の時。それ以来はないですけど、ね。K1 じゃん、K1。でもその後、お父さん帰ってきた時にめっちゃ怒られそう。そりゃそうだろ。やりすぎだろってな。で、やりすぎて、次の日病院行ったら、医者の人に、ああ、これひび入ってますね。って言われて。まあ、じゃあ弱いんかもな。弱いかもしれない。それで日々入っちゃったことだね。でもだって牛乳ぬるいの美味しくないじゃん。まあホットもダメ。ホットがダメ。ホットがダメ。ホットのあの膜がダメ。いや匂いが。ああ、うん、まあでもいるか、うん、牛乳ホットもダメか。だからもう基本的に普通の牛乳の匂いがダメだから、お腹がゴロゴロしないやつもダメ？赤なんだっけ、赤字だっけ。あー多分ダメだな。あれは確かにお腹ゴロゴロしないんだよ。へー、こ怖っ、なんか逆に怖い。違うんだよ。そのお腹がゴロゴロする成分をあらかじめ取り除いてる牛乳ってんがあんだ。へー、赤字っていう緑色のパックの、絶対見たことあると思うけど。で、それはその分解してあるから、味的には甘いのよ。ダメ。ダメなんだ。それは、美味しくごくごく飲めるけどね。低温殺菌しか飲めない。でも贅沢だな。高いやつじゃん、低温殺菌。だから、低温で長時間殺菌するタイプだろ。だから、私はそれしか飲めないから別にいいよっていう感じなんですよ。でも、あっちの方が牛乳感強いだろうね。そうなんですか？牛乳本来の味はあっちだろ、低温。でも匂いしないですよ、あんま。難しいけど。難しいなぁ。てか、確かに浅川さんはピルクルとか乳酸飲料飲んでるし。好き好き、ヨーグルトもよく食うし。ヨーグルトも食べれないのが多い。おぉ、マジで？ブルガリアヨーグルトの出た出たプレーンは食べれるけど、あ食べれんのかよ。フルーツ入りが食べれないとか。逆じゃね普通。いやプレーン味なんかそんなに酸っぱいじゃないですか。酸っぱいな。あれが平気じゃないです。あれはあれは入れないの、砂糖みたいなやつ入れない。あむしろ蜂蜜の方が多いです。い
フルーツの組み合わせがダメってことか。甘くなっちゃうとダメなんだ。うん、大変なんですよ。だから、うん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 、合わないから体に。なんか基本的に調整されちゃってるとダメみたいですね。豆乳も調整豆乳ダメ？うん、無調整が好きなんで。うわー、逆だよ。てか普通逆じゃね？いや調整甘いじゃんみたいな。そっか、無調整の豆乳なんか飲めたもんじゃねえじゃん。だってあれ大豆の味じゃん。あんな豆く青臭いのよく飲めんな。 あれをごくごく飲みます。芋虫だ、芋虫。なんで、全然そんなことないよ。大豆じゃん、全然大豆じゃん。あれでもさ、無調整と調整の豆乳って全然違うよね。だからもうね、調整豆乳が激しくまずい。そういう人もいるのか。逆みたいですね。森女だな、意外とな、そういうとこかな。そうなの、知らない。森女つか、酪農女だよな。何それ、酪農、酪農。新しすぎるよ。ニュータイプだよ。お前みたいな、もう牛の乳に直接牛乳飲みゃいいよ。あー、でもその方が飲めるかもしれない。飲めねえよ。絶対腹壊すよ。でもあの、よく牧場行くと、うん、ああ売ってるよね。あの生クリームが上にあるようなあるじゃん。ね、うんうんうん、あれは飲めるんですか。あれは本当のなんだ、生乳みたいなやつだろ。うん、生乳な。なんていうの、生乳。生乳か。生乳。なんかやらしい生乳って。生乳いいね、生乳。